ライドギターミュージックスクールギター講師の良一郎です。今回の動画では今野清志郎さんのデイドリームビリーバー、この曲のイントロのフレーズを解説していきたいと思います。まずはこれ全体を通してリズムが跳ねたリズムになってるっていうところを意識をしてあげましょう。タッカ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 、この跳ねたリズムですね。これで演奏するようにしてあげましょう。じゃあポジションが最初はこのようになっています。で、押さえるのが2弦の8フレット小指、そして1弦の7フレット薬指、そして1弦の5フレット人差し指も置いておきましょう。このようなフォームでスタートします。で、これで4弦から1弦までを同時にまず弾きます。で、その後2、1、2、1、2、1、2と弾いてあげます。これでちょうど1小節分になります。という感じですね。このパターンで弾きます。これが1小節目。じゃあ次2小節目はこの左手の薬指を離します。で、先ほど人差し指を押さえておきましょうって言ったのがここでこれを使うからですね。今度は人差し指と小指だけのフォームにします。で、これで1小節目と同じパターンを弾きます。これが2小節目ですね。で、そしたら次3小節目で薬指をまた1弦の7フレットに戻して1小節目と同じパターンを弾いてあげれば OK です。で、最後4小節目また薬指を離してという風に弾きます。まあ、今度は4弦から1弦まで弾いたら2、1、2、1、2、1まで弾いて、まあ、終わりという形になります。はい、ここまでがイントロのフレーズになっています。